得たフリーキック。19分経過、キッカーは鈴木修斗。0対0、市船チャンスを迎えています。原、カレン、大久保、素晴らしいシュートですけど、気持ちを込めたシュートですよね。今場内ではビジョンの大型ビジョンの方に今のスローモーションが映ったんですが、それを見た一部の応援席からものすごい声援が飛びました。ワールドクラスですね、これはね。ワールドクラスですね、本当ですね。しかし本当によく体を倒してですね、思いっきり振り抜きましたよね、はい。まあ、そういえば今年の市立船橋高校は、準々決勝の安戦、滋賀の安と戦ったんですが、この時はロスタイムに鈴木修斗が奇跡的な、まあ、決勝ゴールを決めて、ちょっとこうミラクルがかっているところはあるんですよね。ですね。